147年、アルカポネで知られる、イリノイ州のシセロのイタリア系の家系に生まれる。短大を卒業した後に、俳優を目指して、多くの俳優を輩出している、演劇学校のグッドマンスクールオブドラマに2年間在籍。本人曰く、生まれ育ったシセロからは、演技をする上で非常に多くのインスピレーションを得たと、語っている。 演劇学校を卒業した1969年と同じ年ミュージカルヘアーのシカゴ公演で俳優デビュー。あとの1977年には映画デビュー、1978年にはブロードウェイデビューを果たした。しかしなかなか目が出ず、シカゴへ一発戻り、劇団で活動を続ける。注目されるようになったのは、デビッド・マメット演出の舞台に出演するように、 なってからで、マメットの初監督作品、スリル・オブ・ゲームから、名前が認知されるようになる。その後は、順調にキャリアを築き、1988年に、ドン・アメッチーと共演した、クライムコメディ、週末は、マフィアと、において、ベネツィア国際映画祭団優賞を受賞した。1989年には、ゴッドファーザーパート3において、仇役の上イザザを演じた。 1998年には、テレビ映画、ラットパック、シナトラと JFK に出演して、ゴールデングローブ賞へ、ノミネートされている。また舞台でも、マメット演出の、グレン・ガリー・グレン・ロスのリチャード・ロマ役で、トニー賞を受賞し、演技のみならず映画、消滅水域では、映画監督にも初挑戦している。2007年からは、テレビドラマ、 クリミナルマインド FBI 行動分析家にデビッド・ロッシー役でレギュラー出演している。声優としても活動しており、アニメシリーズザ・シンプソンズにおいてスプリングフィールドに住むマフィアのボス、ファット・トニー役の声を担当している。人気番組サタデー・ナイ・トライブにも出演した経験がある。学生時代にはバンドにも参加しており、現在でもバンド仲間との交流はあるという。 1975年に結婚しており、現在は二人の父親である。娘のジーアマンテーニャは、女優で、クリミナルマインド FBI 行動分析家のシーズン3に、ゲスト出演し親子共演を果たしている。ありがとうございます。